体調はそうですね、悪くはないです。もうそうですね、沖縄はあったかくて、まあ、関東と違って全然半袖短パンでも入れるぐらいの暖かさなんで、まあとても過ごしやすいです。めちゃくちゃ寒いです。ですよね。やばいです。寒かったっすね。もうずっと長袖長ズボンでしょ。試合の時もそうですね。もう半袖になったこと多分ないです。まあ練習きついんで、まあ、午前と午後の間とかは寝たりしてますね。それ以外は基本音楽聴いてます。清水翔太とかよく聴きます。最近はカーテンコールです。そうっすね。まあ沖縄なんで、まあ、沖縄の食べ物が食べれるかなって思ったら、全然沖縄の食べ物がないんで、そこはちょっと、あれ？とは思いました。好きなものは、基本嫌いなものがないんで、まあ何でも食べれちゃうんで、そうですね、まあ好きなものは出出ててなはいかない。ったっすね。生姜焼きです。もうお店行ったら絶対食べます。まあ自分のストロングは、まあキックなんで、まあそこを左足のキックなんで、まあ うまく活かせるようなプレーをしたいです。いや、特に変わったこととかはないですけど、まあ、選手、スタッフみんな優しいんで、まあ、絡みやすい、馴染みやすいっていう感じですね。最まあ、初。いわでも、最初みんな優しくて、まあ、馴染みやすかったんですけど、そうですね、千葉も、まあ、いろいろ実績残してる人いる中でも、みんな優しく接してくれるんで、結構話しやすいです。左足のキックと、まあ、身長高いんで、まあ、ヘディングですかね。ヘディングはそんな自信はないですけど、まあ、去年、秋田さんに叩き込まれたんで、ちょっとは強くなってるかなとは思います。最近よく話すのは、ソロと、ソータとブアです。そうですね、ソロとかもみんな年下なんですけど、年近いんで、まあ、よく話します。ソロです。ソロが、ソータのことをいじったりするのがおもろいです。ファン、サポーターの皆さん、自分の特徴である左足のキックを、福刈りで皆さんに早くお見せしたいので、福刈りに足を運んで皆さん応援に来てください。よろしくお願いします。